今から9年前、プロバスケットボールチームの試合会場で、ある人物のセレモニーが行われた。選手でもなければ、監督でもない。しかしその時、会場は感動と驚きに包まれた。これは病と絶望に立ち向かいながらもバスケットボールを愛し続けた男の壮絶な物語である。今から40年前、下地和明は沖縄で生まれた。中学からバスケットを始めた彼は中3ですでに身長191センチ。その後、バスケットの強豪校、沖縄の北谷高校に進学。期待を胸にバスケ部に入部したのだが、お前ら挨拶はどうした？おはようございます。部員よりも早く体育館に来ていたのは、沖縄バスケ界伝説の指導者と呼ばれる監督の麻戸幸雄。無名校を全国ベスト4にまで押し上げたこともある名将だった。そんな麻戸が課す練習の厳しさは下地の想像以上。次はシャトルラン100歩。朝練は6時半から2時間、放課後は16時から夜遅くまで続いた。しまじ、そんなところで寝るな。倒れたら俺がいる人でも思ってか。あまりの辛さに吐いてしまうこともしばしば。すごい、ね、くそ。本当さ、本当の大木でしょこれ、うん、ただそこに大きい子がいるだけの話で、走れない、飛べない、ね、守れない、打てないとか、ないない尽くしの下地和明だからね。いいか、今日の反省と課題を自分なりに考えて書くんだぞ。それは麻戸が生徒たちに書かせていた練習ノート。自分で考えられる人間に育てるためのものだった。下地のノートは課題や反省点が驚くほどしっかり書かれていた。麻戸の指導のもと、下地はめきめきと実力をつけ、1年生からレギュラーを獲得。高校を卒業後は東京の中央大学に進学。リーグ戦で得点王争いのトップを走り、ついには全日本の代表候補入りを果たした。だがチームの中心になればなるほど、強引なプレーが顔を覗かせるようになっていた。しかもそれは高校時代、麻戸に指摘されていた欠点でもあった。下地、お前また天狗になってるのか。いや先生、俺チームを勝たせようと必死になってて。勝たせるんだぞ、何様のつもりだ。また俺がの個人プレーか。周りが全く見えてない。そんなのは最低のプレイヤーだ。だがこの時、麻戸ですら想像できない黒い影が迫っていた。それは大学3年で迎えた秋の関東リーグ戦、下地の得点王がかかっていた試合だった。相手の肘が胸に接触、大事を取ってベンチに退いたのだが、一体何が起こったのか。すぐさま病院へ搬送。
診断の結果下されたのはマルファン症候群による解離性大動脈瘤。生まれつき血管の強度が弱く壁が裂けやすいため大動脈の内部に裂け目ができる。そこに血液が流れ込んで血管が膨らんでしまう病気である。すでに下地の血管は破裂寸前の状態だった。なんとか手術は成功したが。え？じゃあバスケット？厳しいでしょう。激しい運動を続ければ命の保証はありません。そうだろう。得点王も日本代表も全ての夢が消えた。失意のまま一般学生と同じように就職活動を行い、下地は工具メーカーに入社。会社のバスケ部は実業団に所属するチームだった。少しでもバスケに関わっていたい、そう思った下地は雑用しかできなかったが毎日練習場に顔を出した。分かってはいたが、それでもいざ選手を見ると彼らが眩しく見えた。さらに、おい見ろよ、あれ下地さんじゃない、代表候補だった。たまたま練習試合で訪れていた学生だった。なんでモップなんかかけてるんだ。いや知らない。くそ。ついこの間までトップ選手だった彼には屈辱でしかなかった。そんなある日、会社のチームの練習でのこと。またバカにされるのか。少し頼みがあるんだけど、ゴール下のポストプレー教えてくれないか。いいですけど。はい、もっと腰落としてください。はい、そうです、その動きです。ありがとう下地。じゃあもう一回。よし。なあ下地、俺たちにも教えてくんないか。教えるだけならこの体でもできる。はい、お願いします。よし、じゃあ。下地は現役時代には得られなかった新鮮な充実感を感じ始めていた。そんな彼に人生の転機が訪れる。え、僕がコーチに？プロバスケットボールチーム新潟アルビレックス BB、 その2軍チームのコーチ就任の誘いを受けたのだ。所属するメンバー9名は皆一軍に入り、プロで活躍することを夢見ていた。しかし現実はアマチュアの大会ですら初戦で敗退するなど伸び悩んでいた。大学時代も、病気で倒れるまでの彼のそのゴール下のプレーヤーのその頑固さっていうのは、もう一人ぶら下げてでもシュートを決めてくるという、そこのハートの部分を非常に私が惚れたということで彼に来ていただきました。実はこの少し前、下地は解離性大動脈瘤を再発していた。幸い処置が早く大事には至らなかったが、残されたバスケット人生を指導者として全うしたい、そう思うようになり迷わずコーチを引き受けた。そして迎えた練習初日。場所は高校の体育館を借りて行う予定だったのだが、集合時間にもかかわらず
選手の姿がどこにもなかった。その時、おい、やっべ、遅刻か。さらに、練習の前にこの体育館を貸してくれた高校の先生に挨拶に行くぞ。え、僕らが？挨拶は礼儀だ。他人の思いられないやつにバスケットなんかできないぞ。そして練習でも、自分本位な個人プレーが目に余った。そんなのは最低なプレイヤーだ。それはまるでかつての自分だった。どうしてそんなに一人で決めようとするんだ。決まってるじゃないですか。この中で一番になってプロに誘われたいですから。スカウトが目的で個人プレーに走っていたのだ。一体どうすれば彼らの考えを正せるのか。いきなり下地は難題を抱えた。すると彼は、誰よりも早くコートに来て準備を始めた。そう、高校時代の監督麻人の教えを参考にしたのだ。さらに練習の反省と課題を選手たちに書かせた。自分で考えられる人間に育てるために。だが、どれも言われたから仕方なく書いた、そんな内容だった。二軍チームを教える傍ら、下地は新潟アルビレックスのスクールで幼い子供たちも指導。下コーチの愛称で呼ばれるように。一方、二軍選手たちの意識改革は思うようには進まなかった。これ誰の音？これって下地さんの字じゃない？え？これが実際のノートである。中には練習内容だけでなく、選手一人一人が取り組むべき課題が事細かに書かれていた。山、ピボットの使い分け、スタンスの確認、島、ボールミートの徹底。今日は気持ちの問題であり、自分たちがどうあるべきかを忘れてしまった。明日は自信を持ってバスケットボールを楽しんでほしい。自分たちを信じて。チームを強くしたいだけじゃない、一人一人をちゃんと思ってくれている。そのことに気づいた選手たちは少しずつ変わっていった。その変化は彼らが記していたノートにも。自分の中で一番反省しているのが、シュートミスやイージーミスやフリースローを外したりしてしまい、チームが波に乗れなかったことです。D
ディフェンス面は自分はまだまだだったけど、チームディフェンスは良かったと思います。仲間を思う気持ち、チーム意識の高まりがノートに現れ始めたのだ。さらに、僕らはバスケットだけしてればいいっていう気持ちでいてたんで、まあ実際僕らも勘違いしてたっていうのもあるし、下さんそれに気づかせてくれた。全員が練習の用意したり、全員で最後後片付けしたりだとか、すごくバスケット以外のことで、人としてだとか、ルールだとか、規律だとか、もうすごく一から鍛え直された。次第に選手たちの思いと下地の情熱が一つになり、ありがとうございました、ありがとうございました、一丸となったチームは大会ごとに着実に力をつけていった。そしてこの年、新潟県代表として出場した全日本クラブ選手権で、していた全国大会で初の準優勝を勝ち取ったのだ。そして翌年のプロを選抜するドラフト会議で、寺下ほか合計4名もの選手が念願のトップチーム入りを果たした。こうした指導力が評価され、下地は新潟ルビレックス BB の一軍プロチームのアシスタントコーチへ昇格。チームメンバーと共に歩き出した。2度目の発症から5年、ようやく居場所を見つけた。だが恐れていたことが、3度目となる解離性大動脈瘤の発症だった。2度目の発症から5年、プロチームのアシスタントコーチに昇格した下地。だがそんな彼を恐れていた事態が襲う。3度目となる解離性大動脈瘤の発症だった。チームの埼玉遠征中に発症、そのまま昏睡状態に。何時何分に手術は一応終わりましたみたいな、今はまだ生死をさまよってますみたいな言って、まあ、気が気じゃなかったですね僕は。もう、はい、いやもうね、どうなるかわからないし、試合どころじゃなかったですね。手術から1週間が経っても下地が目覚める様子はなかった。そこに、下地、いつまで寝てるつもりだ、返事をしろ。知らせを受け、沖縄からやってきた浅戸だった。お前のことをずっと心配してたんだぞ。大学の時も、コーチになった時も。いいか、お前はチームから期待されてるんだ。その期待を裏切る気か。そんな奴は最低だぞ。呼び戻すしかない。できることはそれだなと、まあ僕の力で呼び戻せるわけではないんだけど、そういうことで言って、なんか彼のね、またちょっとした力になれないかなと思ってね、そういう思いだけで言ったんですね。そして手術から1ヶ月が経った頃、下地、ようやく
昏睡状態から脱した。下地さん、わかります？下地さん。だが、かろうじて首と手の指が動くだけ。腕も足も全く動かなかった。大動脈瘤によって血流の大部分が遮断されると、運動機能を司る脊髄に血液が行き渡らず、脊髄自体が機能不全に陥ることがある。そして一度機能しなくなった脊髄は、たとえ手術でコブを解消したとしても正常に回復するとは限らない。それは立つことも歩くことも厳しいことを意味していた。しかし社長の中野は絶対にチームに復帰させるつもりでいた。もう歩けなくなろうが車椅子でベンチに座っていいともらって構わないと思ってました。技術を教えなくても彼はハートを教えられますので、もう君の戻る場所ここしかない。目覚めてから5日、リハビリを始めるもやはり手足は動かず、気持ちだけが先走った。お願いします、立たせてください。いや、それはまだ無理やりにでもいいですから。だが、大丈夫ですか？裸足なのに床の冷たさを感じない。神経が機能していないことを意味していた。リハビリはもういいです。え、無理です、もう。いや、これからは頑張り次第で。やったって意味ないんです。どうせもう動けないんだ、何もできないんですよ、俺はもう。以来一切のリハビリを拒否、生きる希望すら失っていた。とその時、下地さん、お前どうしてここに？新潟から車飛ばしてきたんですよ。一人でか？いえ、一人じゃないっすよ。こんにちは、下地さん、君竹です。下地さん元気ですか？いろいろメッセージは聞けるということなんで、下地さん一緒に遠征に行った途中いろいろ話してくれましたよね。すごくその話が僕にとってすごく宝物です。下地さん頑張って、また一緒にバスケットしましょう。ありがとうございます。下地さん頑張ってください。下地さん、杉山です。下地さんが帰っていた時に、杉山は本当バカだなって言われないようにしっかりとフォーメーションを覚えて頑張っていこうと思ってます。下地さんも頑張ってください。神崎です。下地さん早く良くなって帰ってきてください。最後見た自分よりいいプレイヤーになってるように頑張ります。下地さん、寺です。下地さんの復活を誰よりも、待ってます。
下地はやめなかった。一羽一羽の思いに応えるように、動け動けと念じながら。そして4日後、6120 6121 6122。動いた。今動きましたよね、足。なんと足首が動いたのだ。やりましたよ、下地さん。そして倒れてからおよそ4ヶ月が経ったこの日、新潟アルフレックス BB のホーム最終戦が行われる会場で、試合前にあるセレモニーが行われた。大観衆の前に現れたのは、自分の足で歩く下地の姿だった。そう、これはアシスタントコーチである彼のためだけに行われた異例の復帰セレモニー。そこには彼の復活を願い続けた恩師麻人の姿も。下地が奇跡の復活を果たしたのだ。本当に幸せでした。本当に幸せというか感謝しましたね、下地に。よくぞ歩いてくれた。彼は本当に奇跡の人ですよ。それこそ普通は生きてませんよ、うん、必要とされてるんです。彼は下地和明っていう男は、もう出てった瞬間にはもうなんて言うんですかね、抑えられない感情が、はい、出てしまって、なんていうんですかね、人の温かさだとか思いだとか、そういうのを語らずにでもこう伝わってくる、その感情がすごい伝わってきたのが分かったんで、まあ思わず泣いてしまったって話を聞きました。まあ今でもそうなっちゃうんですけど、まああんまり最近涙もなかったんですけど、はい、それは正直あの時の正直な気持ちは伝わりましたね、本当に。本当にあれがなければ多分僕は多分ここにも今日立ってないですし、多分バスケットの指導者にはなってなかったのかなっていう思いはありますね、はい、何か動かされるっていうのはやっぱ人の心なんだな、思いなんだなっていうのは本当に伝わって、はい、あの時正直人の優しさってこんなにすごいもんだなっていうのは感じました、はいはい。